東京大学大学院経済学研究科は東京大学に設置される大学院研究科の一つである。また、東京大学経済学部は東京大学に設置される学部の一つである。経済学部と経済学研究科は一体となって運営されているため、この記事で合わせて解説する。経済学部のカレッジカラーは青である。経済学研究科胸。 赤門総合研究棟経済学部は、放課大学から1908年に政治学科より分離新設した経済学科、1909年に設置した商業学科の2学科を分離して1919 19年に設置された。商業学科は1962年に経営学科に改称された。2007年度には、武蔵大学、中央大学に次いで、 日本で3番目の金融学科が新設された。ただ、実際の学生受け入れは2009年度新学者から施行された。大学院に関しては、1953年に新生大学院として社会科学研究科が設置され、その中に経済学に関する専門課程が設置された。1963年に社会科学研究科の分割が行われ、 工学政治学研究科、社会学研究科が設置されるとともに、経済学部の上に位置する大学院として、経済学研究科が設置された。その後、1996年に大学院重点化が完了した。2005年には、経済学部金融学科設置に先駆けて、同研究科付属施設である金融教育研究センターとともに、 金融システム専攻が設置された。また、企業、市場専攻は2007年に経営専攻に解消された。現在は経済専攻とマネジメント専攻に集約された。いずれの選考も修士課程及び博士課程が設置されている。経済学研究科付属東京大学経済学部では、各学科間の垣根が低く。 卒業要件単位である選択必修科目の単位数も少なくた学部長校の単位も多く認められるため学生は柔軟な履修が可能となっている。なお4年次進級時に自らが希望をすれば許可を受けた上で転学化をすることが可能である。また、卒業論文の提出は卒業にあたって必修ではなく任意となっている。 また経済学部の大きな売りは少人数制の演習であり、学生の大半は何らかの通年のゼミ科学期ごとの少人数講義に所属しているため、本校でのアカデミックな生活においてはゼミが中心となる生活を送る学生は多い。夏にはゼミ対抗のフットサル大会が開催される。経営特集コース2001年度より3年時までに、 経営関係のコア科目をはじめ、卒業要件単位をほぼ取り終えた優秀な経済学部生を対象に経営特集コースが開設されている。このプログラムでは実質的に学部4年生から大学院教育をスタートさせることで大学院修士課程を1年で終了させ21世紀型の人材であるフィールドベースプロフェッショナルを育成することを目的としている。 進学振り分け経済学部の進学振り分けは3。学科を区別せずに行い、後期課程に進学する前に、各自の希望で三学科に分かれる。学部の定員は340人であるが、各学科の定員は決まっていないため、希望通りの学科に進学できる。ただし正式には、2006年度以前は、経済学科800人、経営学科560人、2007年度は、 経済学科770人、経営学科520人、金融学科70人、2008年度は、経済学科740人、経営学科480人、金融学科140人と定められている。同学部の進学振り分けのもう一つの特徴として、全定員の2割近くの60人を、全軽い進学枠で募集することが挙げられる。これは、経済学が、 数学的能力を必要とする分野を多く含むため、文科だけでなく理科の学生も多く受け入れたいという要望が強いからである。実際、初めて全科類進学枠が導入された2008年度進学者の、うち理科からの進学者が27人、全科類枠による文科3類からの進学者が43人であり、全科類枠による文科2類からの進学者は0人であった。 修士課程修士課程では指導教員の体制は実質的に2年次から開始する。これは多くの教員がコースワークと呼ばれる経済学の基礎を叩き込む科目群の習得を指導の要件としているからであり、通常1年次は個別の専門分野の前提としてミクロ経済学、マクロ経済学、基礎計量経済の3科目の習得に 専念させられることになる。これらの科目は、それぞれ4単位、計12単位となっており、学生にとって大きな負担となる。中には、これらのすべての科目を B 以上で合格しないと指導教員になってもらえなかったり、さらには、全て A で合格していることを要求する教員もおり、実質的には、修士課程では、コースワークの習得が最優先させられる。 また、数量ファイナンスコースは、高度な経済学及び数学に熟知していることに、加え、コンピュータプログラミングも、独力で組み上げられることを、当然の前提としており、要求水準が非常に高い。博士課程博士課程は、基本的には、外部者には、門戸が開かれていない。特筆すべきは、東京大学内部であっても他研究家の出身者は、ほぼ合格する見込みがない。 これはコースワークが原因として挙げられる。優秀な成績がコースワークで挙げられていないものや、そもそも未習得者には博士課程進学が認められていないからである。経済学研究家の教育は経済学研究家の他に東京大学内部の他の部局との連携によって行われていることも特筆に値する。特に他部局としてなどが経済学研究家と 緊密な連携関係を持っている。工学系研究科の教員は、主として、数理統計学、計量経済学などに関連して、経済理論専攻において、総合文化研究科の教員は幅広く、国際経済学、開発経済学、数理統計学、現代経済論、経済人類学、経営学などに関連して、現代経済専攻、経済理論専攻、 経営専攻においてそれぞれ兼任教員がいる。東洋文化研究所と社会科学研究所は府知研究所であるが、前者の教員は経済発展論や地域研究、アジア経済史などに関連して、現代経済専攻と経済史専攻において、後者の教員は幅広く労働経済学、アジア経済論、中国経済論、社会政策、経済史などに関連して、 経済理論専攻現代経済専攻経営専攻経済史専攻においてそれぞれ兼任教員がいる。さらに数は少ないが、の教員も数理面を中心に経済学研究科の教育を担当している。このように経済学研究科の研究、教育は、経済学を中心とする社会科学と、これらの実証に欠かせない数学、統計科学、さらには、 歴史や政策に関連して東京大学内部の多くの部局が全学的に関与運営している。経済学研究科では以下の2件が文部科学省の21世紀 COE プログラムに採択された。経済学研究科では以下の1件が文部科学省のグローバル COE プログラムに採択されている。経済学研究科経済史専攻には現代、 ヨーロッパ経済史チーズユニットが設置されており、現代ヨーロッパ経済史研究プロジェクトと現代ヨーロッパ経済史教育プログラムから構成されている。2007年には東京大学総括プロジェクト気候学内研究連携ユニットとして登録された。かつては、宇野学派の教員が多く、その拠点であったが、現在では、宇野学派の教員は一人しかいないという状況になっている。 日本共産党員の大石海一郎をはじめ、日本共産党系の経済試験級の拠点である。経済学部の同窓会として、東京大学経由会がある。ありがとうございます。